私の名前は羽石修司と言います。1962年生まれで、若い頃陶芸と出会い、美術学校時代からですと43年のキャリアになります。私の仕事としてはガス窯また薪窯での作品作りをしております。土を作り、薪を割り、すべての工程を自分自身の手でやっています。薪窯では5日間薪だけで焼き続け、古来の技法をもとに自分なりの作品になるように努めています。時代に流されず、後世に引き継がれていけるような作品を作っていきたいと思っております。ぜひ私の作品を手に取っていただき、日本を感じていただけたら幸いです。